皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もイーフットボール情報を紹介していきます。はい、ということで今回は少し前のセットプレー選手配置徹底解説動画でも話していた通り、セットプレーのキッカーの設定について話していきたいと思います。今作 イーフットボール2022ではセットプレーのキッカーをキックオフ前のフォーメーション画面で設定することができない仕様になっています。まあ、今後変更されるかもしれませんが、そんな中でもキッカーセレクトがどうなっているのかを知れば選手選択のヒントになるかなということで、今回紹介検証していこうと思います。まあ、結果的にはなかなか2位の選手をキッカーにすることはちょっと厳しい状況なんですけど、まあ、何かできることがあればと思って、まあ、考えていこうかなと思います。セットプレーのキッカーは、まあ、うまく設定することちょっと困難なんですけど、まあ、前回の動画のセットプレーの選手配置徹底解説の動画では、まあ、うまく活用すれば2位の選手を配置すること、このポジションにこの選手を置きたいみたいな、そういうことができるので、まあ、セットプレーの時に困っているという方は前回の動画をご覧いただければと思います。概要欄に URL は貼っております。はい、ということで今回はセットプレーのキッカーについて検証していきます。まずセットプレーのキッカーは各能力だったりスキルの有無によって数値化されたもので査定されています。まあ、セットプレーのキッカーを選択する画面でこのように出場選手すべて出てくると思うんですけど、セットプレーキッカーの設定の前に軽くこの数値について話しておくと、セットプレーの種類としてこちらの種類があるんですけど、まあ、ロングフリーキッカー、ショートフリーキッカー、フリーキック2っていうのは、まあ、ショートフリーキッカーの数値的には同じなので、まあ、一括りに今回は紹介します。でコーナーキック両方あって、まあ、コーナーキックに関しては右も左も数値は同じなので基本的に、まあ、コーナーキックを一括りとして今回は見ていきます。あとは PK、まあ、ペナルティーキックですね。まあ、基本的にこの4つがあるのと、あと前回の動画でも話した2022には確認がちょっと難しいウィニングレブン2021までには存在したセットプレー参加の数値なんかもあります。これらは各能力の数値の平均だったりとか、まあ、スキルなんかで40から99の数値で表記されます。まあ、それぞれの種類でその条件は様々ですね。はい、まずはそれを今回表にまとめてみましたので見ていただきましょう。こちらになります。表の丸がついている部分の項目の平均が基本数値に現れてきます。ただし米印をつけているところは単純な平均ではなくて比率なんかが決まっていて、例えばショートフリーキックのところだとカーブよりもプレースキックの項目が重要になります。なので、まあ、プレースキック79、カーブ82よりもプレースキック82、カーブ79の方が平均は同じでもプレースキック79、カーブ82は80として表記されて、プレースキック82、カーブ79は81となって、前者は小数点以下は切り捨て、後者は小数点以下切り上げになります。そしてコーナーキックもこれと同じように、こちらは3項目がね関わってくるんですけど、重要度、比率が決まっていて、比率高いものからフライパス、カーブ、プレースキックの順番になっています。まあ、細かい比率については今回話すのやめておきますが、今のところこうなっているようです。そしてロングフリーキックとペナルティーキック PK に関しては2つの項目の平均で出されて、スキルのところ、この2つの項目該当スキルを持っているとプラス査定がもらえます。それがロングフリーキックはバックスピンロブを持っている選手、 PK は PK キッカーを持っている選手、この2つのスキルをそれぞれ持っている選手は能力の平均に、バックスピンロブはロングフリーキックがプラス5入ります。そして PK キッカーの方は PK の数値プラス10入るということで、特に PK はプラス10なので PK キッカー実はね PK の数値がなんかも上がるというスキルとして、意外に役立つスキルにはなっています。まあ、あんまり積極的に欲しいかと言われるとどうでしょうね。ちなみにセットプレー参加については3つの平均で出されてきます。ヘディング、ジャンプ、フィジカルですね。この動画でねすでに一応解説はしてるので、まあ興味ある方はそっちを見てください。あ、詳しく言ってないかもしれないです。ちなみに各試合調子が上がったり下がったりするとプラスマイナス能力にね影響出ると思うんですけど、このセットプレーの数値には影響はありませんので、まあ、ベースの普通の状態で表されています。はい、これが各種類の数値のからくりになってますね。はい、続いてはキッカーがどのように決まっているのか見ていきたいと思います。ここからがね検証の本番みたいなところですね。今回検証がしやすいコーナーキックでやりますけど、基本の考え方はセットプレー参加以外は全て同じです。コーナーキックもショートフリーキックも、まあ、PK も、基本的には考え方としては同じようになってます。はい、まずマッチング後の初期設定ではスタメン選手11人の中でそれぞれの数値の高い選手に決められています。アーセナルだとコーナーキックはエデゴーア77となってます。そしてマッチング後に設定されているエデゴーアをベンチの選手に入れ替えると数値の高い選手2番手の選手に自動的にキッカーが切り替わります。
なのでアーセナルで言うとティアニーに変わることになります。ちなみに2番手の選手よりも高い選手を入れ替えるとそのまま交代した選手にキッカー権が残りますね。そして一度変わってしまうと元に戻りません。エデゴアをスタメンに戻してもキッカーがエデゴアにならないんですけど、2番手の選手ティアニーとエデゴアを入れ替えれば1を戻ってくることにはなりますね。なのでどこにキッカー権があるのか分かれば戻すことは可能になってます。また試合の途中の選手交代についてなんですけど、キッカーを変えると変えた選手がそのままキッカーになるので、気になるという方は交代の工夫が必要かもしれないですね。このようにエデゴアとベンチにいたナイルズ変えた時に、ナイルズがキッカーとして残るという形になります。そして今のキッカーの数値よりも高い選手を他の選手と交代して、入れた場合も自動的に切り替わらないのでそこは注意です。なのでいちいち切り替える必要はあるかなというところですね。今のキッカーよりも高い選手を入れるという方は今のキッカーと変えるのがいいんですけど、その辺スタミナ問題とかもあるので、その辺は臨機応変にってところですかね。はい、あと難点なのが左右のコーナーキックでも利き足の考慮はされないので、その辺も気になる方はちょっといるかもかなっていうところなんですよね。はい、ということで、キッカー選択がね、面倒という方はマッチング後の初期設定が誰なのかを見極める、分からない場合はこの表の能力の項目なんかを見れば、どこにあるか分かるかなと思うので、マッチングしてからねそんなに時間ないんですけど、どうしてもっていう方はその辺もチェックするといいかなと思います。ただ調子の変動はしていない状態で見る必要があるので、このように冨安選手プラスいくつ入っているものをとりあえずマイナスにしてから通常の状態で見極める必要があります。なのでちょっとめんどくさいんですよね。例えばこの冨安選手のプレースキックプラス7で63なので、通常状態は 63-7 の数値が、冨安選手の普通のプレースキックの数値になります。項目によってはスキルのね、運なんかも関係してくるのでそこは注意です。なので各選手が持っているスキルについて、ちょっとね、記憶しておくといいかなと思います。バックスピンアウト、PK キッカーなので、そんな多くないので、覚えられるかなというところですかね。それから試合の途中交代で工夫すれば2位の選手のまま可能にはなるんですけど、いちいち覚えたり考えたり、めんどくさい方多いと思うので、どうしても気になるという方のみで、その辺は考えるといいかなと思います。はい、ということでまた今回も、前回以上にもしかするとマニアックなお話になりましたけど、お楽しみいただけましたでしょうか。細かいことを気にしてられるって方はこれやってみるといいのかなというところです。めんどくさい方は普通に考えなくていいかなと思いますし、キッカーをね、一回一回変えれば済む話なので、その辺は性格によるところかもしれないですね。こちらのチャンネル eFootball 2022情報をいろいろ紹介しています。このようなマニアックな情報だけじゃなくて、キャンペーン情報だったりとか最新情報なども動画上げています。興味あるという方はぜひチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。